皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのは、最近ねトロフィーで袋をよく使うというわけなんで、ちょっとえぐいことをします。はい、袋リーダーはもちろんなんだけど、袋から使っていくんですけど、裏を Y1 でいきます。何するってもこの時点で伝わってる方多いと思うんですけど、袋に対して出す対空キャラ、あ、それキャラいっぱいおるけど、ちょっと足元見えなすぎるのでちょっと回しましょうか。あ、シンラ君もおる。いきますか。ちょっとフクロウにね、対空使ったら、それで対空足りなくねって話なんですよ。フクロウに対空使った後にワイバーンされたら、物理的に無理じゃないっていうところ、使っていきましょうか。シンラ切って、大砲撃って、取りたい。もうトーレールのデカすぎ、大砲終わったタイミングでフクロウを切って、まあ、トレで前はフクロウで見たいんですが、あ、オーケー、シンナ君ナイス。わ、ドラゴンライダーか。それちょっとまずいキャラ来ちゃったね。さあ、メタドラ出した。これはもう潰されちゃうんで、できれば潰されたくないんですが、ドラゴンライダーがそっちね。オーケー、オーケー。オーケー、シャーク、カニ、ドラゴンライダー、あと1枠なんだ。大型が来た。寝ちゃった。起きちゃった。寝ちゃった。寝て、起きて、寝る。ナイス。これでカニ終わりだ。つまりメタドラが死なない、簡単には。シャーク、さあ大型ラスト来た。メタドラ頑張る。どこまで頑張れる。あ、十分十分。え、寝た。死んだ。シャークは、引っ張り出してからドラゴン出して倒す。え、もうショックしないけど。アシュラ、ラスアシュラね。オッケーオッケー。それはもう任しちゃっていいんじゃない？はい。シャークくん強くない？倒せればよし。はい。ヘッジ、あ、いらんかったな、ヘッジ。まあいいか。袋を切って、はい。トーマン行って、もう終わりっすよ。これ止めるキャラいないんで、この場合は。終わりっすね。終了です。絶対的に無理です、これ。何やっても止まりません。魂を燃えろ。さあ、ワイバーン、は静かに、ワイバーン。止まるわけがない。新楽も俺。ナイスは静かに。というわけで、こんな感じですね。相手のキャラ数しっかり数えて、あ、もう体育いないじゃん。ワイバーン流しちゃおうって言って、ワイバーン流す。それだけのゲーム。でも強いと思うんだよね。ありがとうございました。はい、それでは行きましょう。いやね、これ何がエグいって、トロフィーでやってんのがエグいんだよね。リーダー見えないんですよ。つまりフクロウリーダーが見えてないから、相手対空飛行ってならないんですよ。なのに僕から出てくるフクロウをやっとモブで倒したと思ったらワイバーが出てくるんですよ。ふざけんじゃねえって思うと思うよ。俺なら思う。でも俺は今やる側だから思わん。楽しい。大型2本。取りで削れん。削れるキャラ大型しかね。困りましたね。さあ、フクロウをどう止めるんですか。シマリスね、フェアリー。さあ、まずはフェアリーで、フェアリー以外はどなたですか。うわー、それ飛ばないの。まあ、まあ、ひとまずシマリス効果じゃん。この袋置いちゃう、守っちゃう。わお、なるほどね、そんな感じか。うわ、これアビグリだ。これエグすぎ。それはそこでアビグリはエグいっすよ先生。じゃあ袋いきますよ。俺もアビ袋なんで。はい、すいません、俺もアビ袋なんで。すいません、俺もアビフクロウです。さあ、ブルード、あれラスト、ブルード終わり。俺もアビフクロウです。すまん。よいしょ、取られちゃったけど、サイクロガール、ビーム、あ、死なないんだ。マジで火力落ちたね、サイクロガールのビーム。さあ、ワイバーン、まあ、アルテング止まんないんで関係ないですけどね。そもそも天狗止まらんから、このワイバーンどうこうではないんだけど。
わけで落城ですね。ありがとうございました。フクロウこういう使い方もねえぐいよね。今のグリフォンとかもやれちゃうもんね。ちょっとワイバーンをもうちょい差し込みたいな。まあ今のはもうね、何大天狗が頑張っちゃって落ちちゃったからしょうがないんだけど、ワイバーンをねもうちょっと差し込んでワイバーゲーして大砲を打たして、いやもう無理っていうのを見たい。それを見るために今回やってるから行きましょうか。足はいるから砦が欲しい。で相手の大砲に合わせてウサギだね。あっちゃあっちゃ、まずくない。アビではないけど10体いる。アーチャーはガチマズだね。アーチャーはガチマズさん、どうしよう。え、アーチャーガチマズ、いやアーチャーにめっちゃ削られるんでね。そうアーチャーね苦手なんですよ。パンダも行くんだけど、そう削られちゃうんですよアーチャーに。なんで割とガチでまずいんですよねアーチャーは。え、よいしょ、まだいっぱいいんだけどアーチャー。あと何体いんの、あと7体いんの、やばすぎるでしょ、きつっ。アーチャーあと7体はやばいって、流してくんねえかなアーチャーいっぱい。違う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 、そうじゃない。トレントの裏付けだったわこっち。これ森友で狩ろう。倒しきれてはいないけど結構削ってくれてはいる。あとパンダがバカ強い。さあ、あーちゃんもちょい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 。キメがパンダ、トレント行くじゃん。あーちゃんもうちょい、あーちゃんもうちょい使いたい、使わしたい。そこ倒して遊んでんじゃねえぞキメがお前。いけるか、行くぞ行くぞ、みんな行くぞ行くぞ、これ行くぞ。1、2、3、4、さあ次のアーチャー、いけ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 、もう押し切れ無理やり。アーチャーをワイバーンで殴り倒すの初めて。いやマジきつすぎでしょ。アーチャー引いててマイマイ引かれて通るとこないって、全部使われないしな絶対アーチャー。もしかしてバレてた。はい、それではラストいきます。ちょっと引かないでくれアーチャーを。俺はワイバーンを差し込みたいだけなんだ。そのためだけに今回、このふざけたことをやってるんだよ。さてと、大綿に足元いけるキャラ、いやー危険。まあシャッフルの中だったら一番マシだけど、ちょっと良くないね。守りがフクロウカニって2枠引いてる中で支援だらけなのに足なし。さあどうする、これ砦欲しいが、これさ大砲合戦したらさ相手対空なかったらさ大砲間に合わなくて終わるんじゃね。はい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 、取れちゃうよそれ。いいのナーイス。袋ちょっと多すぎなんでカニくん。さあお相手まずカニ、この袋をどうしますか。あーちゃんやめろよそれ。なぜアーチャーを引けるんだよそこで、おかしいだろうよ。でも4体だアーチャー、いいぞ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 、釣るんだアーチャーを、アーチャーを釣るんだ。ここで袋1体切ってアーチャー6体
いいぞ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 。アーチャーの使用感、アーチャーの使用率いいぞ。めっちゃ使ってくれてる、めっちゃ使ってくれてる、めっちゃ使ってくれてる。マックス流しちゃった。さあそこはアーチャー使ってこない。な、使ってきた、使ってきた。7体。いいぞ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 。いいぞ、ドン。問題はこの後。さあアーチャー潰してる。さあ逃げた。ドドドドドドン。これやられちゃうけど。さあアーチャー全部使った、アーチャー全部使った。ワイバイ行きまーす。で全部使ってない、あと1体いた。数を数え間違えている。かなりやばい状態、これはまずい。どうする、これはまずい。どうする、寝ろ。そう、待て、寝かしたい。積んでる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 。俺のワイバゲーよ。なんか入ってる。いや、お前ワイバー、お前ならそこを救える、そこを救えるはず。救って、そう、救った、救ってからの、てかなんでトレンドガールまで生きてんだよあいつ、無理だろあれ。俺のワイバーンが、あーあーちゃん多くね、数え間違えてた。一体ポールはって思って切ったらポーンねーわ、9体だった、10体のつもりが。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。というわけでね、やっていったんですけど、あーちゃんそんなに低い、みんな。もしかして俺の固定見えてる？見えてました？いや、見えてるわけないんだけどさ、届けたからさ。見えてました、もしかして。俺はもうその対空なんか引かないっしょ。あーちゃんなんか想像引かないっしょって思っていったら、まさかの Y 番に一番強いよ、あーちゃんね。A リフとかだったらまだ何とかなるんですよ。ケアス2だから。そう、A リフ UFO でも最悪まだ何とかなるんですよ。まだね。あーちゃんは無理だ。やりたかったことをやらせてもらえない、そんな一日でした。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。